米大リーグドジャース・パイレーツ11日、米カリフォルニア州ロサンゼルス・ドジャースタジアムドジャース・大谷翔平投手30が11日、日本時間12日、本拠地パイレーツ戦に1番 DH で先発出場、2点リードの4回1、2、3塁の第3打席は1ボール、2ストライクからの7球目、93、9マイル、約151、1キロ、シンカーで1ゴロだった。 3球連続ファウルなどで粘ったが、2打席連続チャンスで凡退となった。この日のパグン先発左腕、ビーファルター投手、27、とは6月6日、同7日、2敵地で初対戦し、3打数1安打二三振だった。2度目の対戦となったこの日、初回戦闘の第1打席は初球の915マイル、約四十七三キロ、直球を打って左皮に倒れ、 4月5日、同6日、終了時点以来、約4か月ぶりに打率3割を切っていた。2回1、2、3塁の第2打席は浅い中飛だった。大谷は9日、同10日の同戦では3回に3戦ぶりの35号ツーラン。11打席ぶりの安打が飛距離448フィート、約136、6メートルの特大弾となったが、前日10日、 同11日は23年ドラフト全体1位のピースキーンズと2度目の対戦で完敗6月の初対戦時には自身初めて160キロ超の球を本塁打としたが今回は3打数無安打2三振に封じられた10日終了時点で打率リ,リーグトップから3位に転落し本塁打でも3戦連発のオズナブレーブス235本で並ばれていた8月はこの日まで